はいどうもひこぼんです。2023年4月発売の通常トビカの紹介になります。予約開始日にビッグカメラで予約しようとしたんですけど、人気商品の場合はアクセスが集中してサーバーが重くなるので、予約を開始しないことがあるんですよね。それに見事やられました。ビッグカメラとしてはね、サーバー重くなってね、たくさんのクレームを食らうよりは、発売しない方が得策なのかもしれません。予約開始日に予約を開始しないという、なかなかにビッグカメラ策士です。で、見事ね、そこで肩透かしを食らいまして、どこも予約できませんでした。で、数日後、上信で予約できたんですよね。4月発売のいろんなトミカをね、全部予約したんですけど、フェラーリのセットがね、発売日が4月22日っていう、上信の場合はね、全部揃ってから発送するので、発送が4月22日以降になってしまいました。で、なんで今この3台があるかっていうと、ビッグカメラでね、また予約したんですよね。初回特別仕様を含めて、しばらく置いてあったので、まあこれは2台あってもいいかなと思いましてね。ついでに他の2台も購入して紹介しようと思いました。結局22日なんでね、もう少し待てばね、来ますけどね。まあここでうっかりなのがね、私来月の22日かと思ったんですよね。まあいいでしょう。紹介していきましょう。とりあえずフェラーリです。フェラーリはね、毎回人気です。すごい人気です。どっちから見ていきましょうか。通常から見ていきましょうか。最近トミカの発売がね、変則的になったんですよね。トミカプレミアムの発売も違うんですよね。4月1日だったかな。なもんでね、ホンダタイプシビック R がね、まだ届いてないんですよね。4月22日に届くことでしょう。宝富なんでずらしたんだろう。意味がわかんないんだけど、第3土曜日はトミカの日。それに決めてください。なんでそれでバラしたんだろう。通常トミカに関してはね、第3土曜日なんですけど、その他が月始めになったり、またはね、月の後半になったりしてます。予約しても発売日に届かなくなってしまいます。ビッグカメラとかは発売したら届くのかもしれないです。上信に関しては全部揃ってから届きます。そしてこちらがフェラーリデイトナ SP3 です。色はちょっとね、赤って感じでもないですね。複雑な塗装になってます。フェラーリって言うとね、こういう真っ赤な色をイメージしますけどね。フェラーリのマークがあります。では開けてみましょう。あ、中の赤はやっぱりフェラーリの赤ですね。真っ赤です。実車はね、めちゃくそ高いですからね。トミカで十分です。なんと後ろはツルツルです。トゥルトゥルです。ここをせっかくなんでね、やってほしいんですけどね、この辺の設計図は秘密なんでしょうか。サスペンションあります。車高が低いんでね、サスペンションの効き具合がよくわかんないですけど、ありますよね、ありますね。ではね、車体をじっくり見ていきましょう。フェラーリのエンブレムがあります。ここにもね、馬のマークがあります。で、こっちにもあります。なぜ2つあるんだろう。ライトがどこにあるのか分かんないっていうここからまあここでしょうけど、箱を見てもここにあります。ちっちゃいですね。運転席です。リアがしましまです。これまたね、リアのライトがよくわからないっていう。これ全部つくのかな。実写の動画を見ましたらライトがつくのはこの一番上だけでした。どうせならね、こう全部ついてほしかったですね。派手派手しくデコトラみたいですけどね。ここにも馬のマークがあります。というわけで通常からはこんな感じでした。まあこれはね、まず一つ押さえておきたいですね。で、次は初回です。ブラックです。パカリ。これで開封失敗したのは、中身が入ってない状態で試したんですよね。中身が入っていることによって、ここで固定して開けやすくなってるのかもしれないです。もしかしたら、ね、中身がちっちゃい場合もあるので、やっぱりね、中身が入ってない状態でも開けやすい方がいいです。完璧を求める。こちらが初回特別仕様になります。こちらがレッド、ブラック。戦隊ものみたいですね。まあ形は同じなんでね。トゥルトゥルです。まあまずは赤ですね。まあ黒はね、買えたら買うって感じで。コレクションアイテムですね。で、次です。打って変わって、アート引越センターのトラックです。全然違うタイプですね。まあ、こっちの方が身近ですよね。よくは見ませんけど、たまに見ます。こっちに関しては全く見ません。都内ならわかんないですけど。アート引越しセンターへ。ここはシールなのかな、印刷なのかな。おそらくシールでしょう。ここには書いてないですね、シールって。もしかしたら印刷か？では開けてみます。果たしてシールか印刷か。じゃん。お！印刷だ。全部印刷。素晴らしい。ここにシールは嫌なんですよね。やってくれました、タカラトミーさん。グッジョブです。今、その単本印刷じゃなくてもなんかカラフルな印刷できますからね。多色刷り。インクジェットみたいなやつね。まあちょっとね、ドットが目立つんですけどね。シールにするならまだドットが荒くてもあっちの方がいいです。ただちょっとね、今見て、印刷にちょっと黒いのが入ってます。こういう問題があるんですね。ゴミが入っちゃいましたね、これ。ちょっと工場をね、見に行かないとダメです。ゴミ入れちゃダメですね。まあいいでしょう。アート引越しセンター、アートグループ。アートグループなんですね。0123。ここにはサイトのアドレスがあります。中の運転席もあります。いい鈴、フロントライトはシルバーに塗られています。てっぺんにも印刷されています。こちらにもアドレスがあります。 the0123.com ってすごいですね。こっちの印刷にゴミは入ってないです。そして扉が開いてしまう。まあそんなものは入らないですけどね。開くことが重要なんです。これで引っ越しもできます。想像の中で。引っ越しはアート、引っ越しはアートなんですね。なもんでアートグループなんだ。というかでね、3台出揃いました。高級車あり、働く車あり、今回はバリエーション豊かでね、なかなかいいんじゃないでしょうか。高級車乗り回して働く車で働きましょう。というわけで2023年4月の通常トミカ3台の紹介でした。22日にまた同じものが届きます。